Hi, I'm Gogo Shinichi. 本日はこちら。よいしょ。DD タープの3メートル ×3 メーターを使ってフランス群膜張りという張り方を紹介していきたいと思います。まあこちらの張り方なんですけども、まあ正確に言うとですね、フランス軍の F1 テントというですね、テントがありまして、そちらのような張り方という形になっていきます。それではやっていきましょう。まずはじめにですね、ペグとポールを立ち上げる位置をですね、確認しておこうと思います。で、僕がいる側が後ろ側になるんですけども、まあ2箇所ですね、ループの場所をペグダウン。で、端の2箇所と正面側は角のループを使います。で、ポールはですね、1つ内側のこの真ん中のループと正面側ですね、端のループを使って、ポールで立ち上げるような形になっていきます。それでは早速ペグダウンしていくんですけども、まずはじめにですね、この中間のループですね、この2つをですねグッと持ち上げます。こういう状態ですね。でこれを合わせて真ん中ですね、ペグダウンしていきます。はい。で今度はですね、この角よりも一つ、正面側のループ、こちらですね、こちらをペグダウンしていきます。グッと。で、反対側も同じようにですね、今こちら角ありますけども、これよりも一個内側ですね。で、ペグダウンしていきます。その時に、この一番最初にペグダウンした場所と、その両サイドの、ペグがですね、一直線まっすぐ来るような形でペグダウンしてください。でこれあんまりねビターッとね引っ張りすぎなくていいので、軽くね張るぐらいの形でペグダウンしていきます。そうするとね、これでもう後ろのペグダウンは完成になります。で一つ内側のループを立ち上げる。でこういうような形で三角形になりますね。で正面側はもうこちらの端の真ん中を立ち上げてこのような形になっていきます。後ろ側のポールを立ち上げていきたいと思います。こちらですね、端から1個内側のループを持ち上げて、こんな形でですねポールがセットされる形になります。で今回はですね、こちらですね、トレッキングポールを使います。まあトレッキングポールはですね、こう長さ調整とかもねメモリがあるのでね、やりやすいですし、まあ当たり前のようにね、もともとの役割はトレッキングポールとして使うので、登山とかやられる方はね、これ一つ持っておくと何かと便利ですので、丈夫ですしね、こんな形で使います。でポールを立ち上げるんですけども、先ほどの1個内側のループをですね中からグッと押し上げていきます。でちょっと一回ね若干短くして、中からグッと引っ張るとよりね立ち上げが綺麗になります。でここにロープワークでセットしていきます。ちなみにポールはね、この内側にねこういう風にちょっとね下側が中にテントの中に入るようにセットしておくと、よりね強度が高くなります。下側がねこう外にこう出てくると結構倒れやすくなりますので、それだけ注意してください。でこちらはエバンスノットになります。でエバンスノットの引き解けにしておくんですけども、ちょっと今ね手元のアップ分かりづらいかと思いますが、後からね手元の動画も撮りたいと思います。でてるてる坊主のような形で、このタープポールとこのねポール、これがねグッとねこういう形でセットします。で手前の方にペグダウンですね。で最初ちょっとねこのバランス悪いですけども、こう倒れないようにゆっくりねセットしてもらうといいかなと思います。ここが一番難しいかなと思います。で正面側のねポールをセットするときに、ようやくここがね向こう側に引っ張られてピタッと張れますので、この時だけね一応慎重にね倒れないようにねセットすることが大事かなと思います。エバンスノットを紹介していきたいと思います。こちらですね、タープのループの中にポールですね、こちらトレッキングポールを中から入れていきます。
よいしょ、はい、こんな形ですね。こういう形になります。ここですね、ループのところで、これを絞り込んでエバンスノットをやっていくんですけども、このように1回ですね絞り込みます。で、付け根の部分をこういう風にですね、右手で持っていただいて、この先端をくるっくるっと2回転ね、1、2回転ポールに向かってやります。そうするとね、こちらに輪っかが2つできますので、ここの中ですね、こういう状態、ここにロープをセットしてくるんですけども、引き時計にしますので、こう折り曲げてですね、こういう感じ入れてあげると、はい、今こういう状態ですね、このような状態で、あとはね、これ絞り込むことができるので、ぐっと絞り込むと、そうするとですね、あのピタッとですね、このタープとトレッキングポールの頭がですね、しっかりと固定されます。後ろ側のポールがですね、立ち上がりましたら、今度は正面にですね、ポールを立ち上げていきます。はい、こちらですね、端の真ん中のループですね、こちらにポールを立ち上げています。で、同じくね、エバンスノットなんですけども、ポールの頭をこういう風にですね、タープでくるむような形で、エバンスノットをやるんですけども、エバンスノットもね、慣れてきたらね、結構早くできますのでね、やっぱ何事も慣れですね。慣れてくるとスッとこのぐらいのスピードでいけますので、で、しっかりとポールをですね、ポールはですね、こうならないようにですね、ちょっと内側に入るかなっていう形にしてもらって、立ち上げるといい感じになります。で、正面はですね、ペグダウン、こちらはちなみにオーバーハンドノットでやっております。対角線ね、綺麗に対角線に来るようにポールを立ち上げて、正面ですね、こちら角のループね、角ですね、角のループをグッと立ち上げて、反対側も同じように、こちらですね、角をグッと、こういうような形で、こちらで完成になります。で、最後はですね、このポールの角度だったり形をね、しっかりと見てもらって、ペグの位置を再度微調整します。で、今ね、綺麗に貼れてるので、こうタープにね、シワがね、来てないと思うんですけども、まあ、シワがあるってことはね、あのどこかのね、あのペグの位置とかバランスが悪いっていう形になるので、このタープのシワなんかもね、一緒に見てもらった方がいいかなと思います。はい、設営の方完了しましたので、周りをね、ぐるっと見ていきたいと思います。こちらがね、正面入り口側ですね。ランタンをね、ちょっとセットしてみました。で、こちらエバンスノットになってるんですけども、引き時計になってますね。ここピュッと引っ張ればですね、簡単にあの撤去できます。で、こちらのループをうまく活用して、カラビナ、ミニカラビナをセットすれば、こちらね、ランタンをセットすることができます。で、サイドを見るとこんな感じですね。ちょっとこっち面はね、こんな感じでシワがね、できてしまいましたね。どうしてもね、床がこうガタついてるとですね、あのピタッと貼ることはできないと思います。まあ、綺麗なキャンプ場だとか行けばね、もう少しかっこよくピタッと貼れるんじゃないかなと思います。で、こちらが後ろ側ですね。後ろ側はこのように完全にフルクローズになってますね。こちら同じくエバンスノットでグーッと、こちらペグダウンして、このような状態ですね。で、折り返してきて、こういう形で角の、ペグダウンしております。このね、結び方はね、まあ何でもいいかなと思います。こちらそこまで強度はいらないでね、これがバタつかないようにするだけなので、何でもいいと思います。で、正面に戻ってきて、こんな形です。で、中はですね、かなり広いんですよね。ぐっとこう中見てみますと、今ね、ローコットね、こちらは DOD さんのローコットをセットしてるんですが、なんとね、縦にも横にもね、設営することができます。まあ、こう横にすると、この真ん中ね、真ん中でこう座ると頭がつかないですし、まあ横にすると、今度ね、半分、
こちらサイドが、あの、荷物を受けたりっていうのはね、配置はね、結構いろいろ楽しめるんじゃないかなと思います。で、僕はコットに関してはね、基本的にまあ軽量化っていうことで持っていくことはないんですけども、まあ今時期これから雨が強かったりだとかね、するとね、やっぱコットがあると快適にはなりますので、まあそこら辺の選択は、まあ全体的な重量と、まあ快適性を優先させるのか、軽量化を優先させるのかっていう形で決まってくるかなと思います。今回はですね、こちらですね、DD タープを使ってですね、フランス軍幕風なですね、貼り方をですね、やってみました。まあね、見ての通りね、しっかりとね、こうね、囲うような形になりますので、まあ雨風もね、ブロックできますし、まあプライベート空間もね、前からはあれなんですけども、ある程度確保できるからね、あの、いい感じになるんじゃないかなと思います。で、タープはね、まあ本来であればね、もう日差しよけだとかでね、使うことが多いんですけども、今回のようにね、テントで使うようなやり方も、まあいろいろな貼り方がね、できますのでですね、皆さんもね、いろんな貼り方をね、楽しんでみてもらうといいかなと思います。それでは、また。